そうなんですよ。そう、今初めて知った方もいらっしゃるかな。そうなんですよ、実はね、もう撮影してましてもう撮影してまして、そう、もうまだちょっとみんなにサプライズで、絶対にサプライズにしたかったから、いやありがとうね。そう、でも生誕祭の時には全然決まってなくて、そう、それで生誕祭の時に目標として来ててね、そこで、あ、クマありがとう、クマありがとうそう、小太郎さん、ファーヤンありがとう。